やってまいりました。ピクミン1。そう、ピクミン1。ピクミンっていうタイトルが出てきてからさ、2が出てきて、3が出て、4が出たってことはさ、ピクミンってタイトルは、1なんだよね。で、いいんだよね。でもさ、ピクミンとして最初出たじゃん。なんて言えばいいのかわかんないんだよね。で、元祖ピクミンということで、はい、よろしくお願いします。で、ニュー、14 days なので、14日目が経って、ちょっとやりたかったんだけど、2日ぐらい空いちゃったな。で、ここのパーツすべて今手に入ってるのか。あっ！やばい！待って、新しいエリアのここ全部手に入れたら29個だから、ほぼ集まるここだけで。今日はここを、頑張ります。特に、新しく見るとこだから大水源だって。絶対青ピクミン使うじゃん。どんなとこなんだろう。俺も、記憶が薄いからな。ピクミンの一番最初の方って。いや、水ばっかだね、大水源っていうぐらいだから。じゃあもう青ピクミンをいっぱい連れてけばいいんじゃないかな。とりあえず様子見で、40匹ぐらいでいっか。青40。集合！みんな集合！青40集合。え、なんかいる？あ、なんかいっぱい、ま、ちょっと待って、近くになんかめっちゃいるんだけど。ちょっと待って、これどういうこと？なるほどね。マップ見ると右側と、左側に分かれてる。で、左側が多分、水だ。水辺だ。ここね。あ、なんかカエルちゃんいる。やばい。カエルちゃん、こういう戦い方で。あ、やばい、ピクミン何匹かやられちゃう。戻って。あー、ちょっと死んだ。うちのピクミンたちが死んだ。まあ、とりあえず倒そっか。そっち来る？危ない。まだ一回集合。めっちゃやられてるやん、うちのピクミン。4匹やられたよ、4匹。あ、帰ってた。いけ、ピクミンたち、いけ。カズで攻めろ、戻れ。危ねえ。時間かかるな、倒すの。あー、ちょっと潰された。この日はさ、モンスターたち、怪物くんたちを倒した方がいいんじゃないのかな。なんか、やばい、大丈夫かな。あ、一匹死んだ。やばい。もうちょっと運ばして、すごい、十何日もあるから、まあ、長く使えるので、まあ、失ったピクミン増やしつつ、うわぁ、あ、もう嫌だ。あ、もう嫌なのいっぱいでも。もういる、変なのいる。あ、OK、ナイス。大丈夫？この子倒したい。荷物運んでいるピクミンが同じところでぐるぐるさまよっている。道が塞がれていて行き先を見失っているんだって。あ、橋がないからじゃない？水辺歩けないからってこと。とりあえず水辺パシャパシャして、このなんかチャッピーがさ、チャッピーって言うんだけど、この黒いやつ。あ、もう飛ぶな。君は飛ぶな。当てなきゃ。俺野球やってるからさ。オッケー。ピクミン全然足りないんだけど。どうしよっか。これ爆弾があって、黒いチャッピー。え、これ倒したいなぁ。倒したい。とりあえず、ここの橋をじゃあこの子たちには、やっといてもらおう。ピクミンこれ足りないから、もう釣りに行くか。50匹ぐらい。この水辺今回クリアしていこうか。半分側。このステージの半分側。で、ピクミンたちは、もうちょっと連れてきます。大量に連れてきます。はい。こんだけいればね、こんだけいれば十分でしょ。オッケー！ついてこい！あいつら倒すぞ。あ、でもさ、これ、少人数精鋭で行った方がいいかもしれんな。この人数はね、潰されたら怖いから、お花と別れてほしいんだけど、無理だよね。そんな器用なことピクミンができるわけないよね。オッケー。じゃあ、この人数で、まずはここら辺の敵倒します。おいで、こっち。カエルジャンプできないのか？ジャンプできるやんか！で、カエル倒そう。カエル倒し部隊。
こう、順番に投げていこう。あー、迎えに行っちゃった。迎えに行っちゃった。大丈夫か？大丈夫かそれ、大丈夫か？一回戻るか。ここで上から投げて、ひっつかないときついね。投げて、ひっつけて。このタイミングさえ間違えなければ、あー、下のピクミンたちがちょっとね、ダメだね。ダメ出しするとダメだね、これね。戻って。オッケー、倒した。オッケー。したらこっちのカエルちゃんも倒そっか。人数はそんなにいらない、カエルを倒すの。ただ時間はかかる。このタイミングね。安全にピクミンを死なすことなく、勝つにはこれしかない。この交互。あのね、織田信長がやってね、あの、鉄砲隊と一緒。前衛と後衛作ってこう、順番にね、役割分担ですよ。一人たちが倒してるときに、他のやつが弾を込め。なんか気づいたら倒してたけど。ごめんね、説明がちょっと下手なんですよ、最近。なんか野球の例えしかできない。毎回そう。大丈夫？そっちから行って。やられないかな？ 7 人もいらないんじゃない？あ、じゃ14人で運ばなくていいんだよ。7人だよ、7人。7人で運びなさい。君たちも。そんな人数かけないでね。あ、いっぱい。こうするか。あ、そっち行くんかい。オッケーオッケー、これで。なんでそっち行くんかい。オッケーオッケーオッケー。橋もまあまあできてんじゃん。いいじゃん。で、チャンピーは、これ倒していいのか？ここに一応お宝があるから運ぼうと思えば運べるね。あ、でも、お宝水の中にいられないから、これ絶対倒さなきゃいけないんだ。このなんか気持ち悪い。腹こくじびるみたいなチャンピー。黒いやつやだ。どうしよう。手伝ってあげるか。せっかくだし。せっかくだし、付き合ってあげよう、この。長そうだしな。この間ちょっと探検しに行ってくる。オッケーオッケー。で、この奥にもさ、お宝あると思うんだよ。こっち。ほら。ほらほらほら、なんか回ってるの。これキーピクミンで取れそうだね。ただちょっと運ぶのに人数が必要だ。黄色ピクミンが必要。ですね。2個今お宝は目の前に見えてた。あとあっちにあって、うん。水辺の方から進めましょう。ナイスナイス。よかこんな偉いよ。戻っておいで。みんな戻っておいで。じゃあ戻ろう。あ、いいね。橋もちょこちょこできてるよ。で、どうしよっか。せっかくだし、あの子倒してくるか？あいつ。倒すか。頑張るか。あ、頑張ってる。あ、潰されちゃう。ごめん。俺が下手くそなばかりに。戻って。まあ、この子倒して、数かけて倒して、この間に橋が多分、治ってると思うから、雑草抜くな。君たち。雑草抜くな。危ないよ、なんか、いいように使われてる。あ、そっちはダメでしょ！サボってるピクミンの方行った。ちょっと雑草が近くにあるの良くない。OK、これ倒してたかな。ねえ、なんでわざわざ当たりに行くの？まあいいや、もう運びなさい。死んじゃった分ね。取り戻してね。はい。7人行った？ 8、OK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 、いいね。あ、すごい！よく頑張った。じゃあ、あの、チャッピー倒しに行くか。これ、黄色いピクミンが必要かも。爆弾あるので、爆弾ピクミンを呼びに行こう。じゃあどうしよう。ここでじゃあちょっと待機勢を置いといて、黄色って何匹下ろせる？銀行みたいにじゃな。4匹しか下ろせんないわ。爆弾4匹しか下ろせん。君たちは、どうしよう、もう少し貯金を下ろしたい。
もう少し下ろしたい。はい。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。100匹出てるからさ。あ、1匹生まれた。1匹生まれたぞ。抜くか、これ。あ、違う。この子たちを一回お家に返せばいいんだ。はい、お帰り。ねえ。ピクミン下ろします。あ、まだ、まだ下ろせない。ここ抜いて、はい、14匹。14匹いれば大丈夫だろう。精鋭部隊14匹で。爆弾を持って爆弾ちょこちょこ投げればいけると思うから、いや、そんな時間かかんないと思うんだよな。14匹もいらないか。9で一旦行こっか。で、爆弾持ってもらって、埋まってないなんか。ナイス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 。いいね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 。もうちょいもうちょいかもうちょいかもうちょいもとももうちょいもと。オッケー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 。で、いけいけ、爆弾いけ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 。オッケー、戻れ戻れ戻れ。あんなでっかいズル。戻れ戻れ戻れ。オッケー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 。あいつここまで来ないぞ。あ、これ爆弾で倒せってことだ。いいぞ。さあ、倒す時間あるかな？あんまり時間ない。戻れ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 。あいつ怖いな。よし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 。いけ。よしよし、いけ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 。まだまだ生きてる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 。あら、こっち向いたこっち向いたこっち向いた。一匹遅い一匹遅い一匹遅い。あぶねえ。ちょっと青ピクミン連れて行こう。これ運べる。運べるぞ。こっちで待機、こっちで待機。青ピクミンたちこっちで待機。待機。待機、次倒せる。爆弾は？爆弾おいで。爆弾くんたちは、もう投げちゃうね、爆弾くん。これ倒せるから、一旦待機しよう。で、青ピクミン、集合。運ぼう。おい、お、何やってる？おい！危ない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 。危ない。こいつ一匹だけなんか、泳いでたぞ。間違えてた。マッサージマシン、はい、マッサージマシン。30匹だって。さすがにいるよね。30。オッケーオッケー、30いた。でっかいチャッピー連れていこう。10匹、10匹。はい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 。連れていこう、連れていこう。オッケー。で、爆弾、できれば持っていこっか。爆弾できれば持っていこう。え、これ時間かかんないから大丈夫かな？あ、ピクミンたちが。いない？ここ。一応マップで見るといない。空いてるピクミン、飛んであげて。よし。で、この黄色ピクミンたちは、どうしよう。爆弾、持ってきてくれたから、どうしよう。爆弾。爆弾使う？どっかで。使い道ある？あー、いるやん。こんなところに。あ、待って、これ爆弾じゃん。これ使おう。道開けよう。爆弾で。一応右から行けるっちゃ行けるんだね。いや、活用できたな。明日も取りに行かないといけないね、爆弾ね。はい。はい。大変だな。はい。もう一日ぐらい必要だ、この道を開けるのは。あ、ナイス！ナイス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 。なんか一日一個運べればいいと思うんだ。マッサージマシーン、最近歩きっぱなしだから今夜が楽しみだ。あと10個ですね。ナイスナイスナイス。もうじゃあ黄色ピクミンはもうお家に返します。はーい。君たちもお家に帰りなさい。今日はもう大丈夫です。あれ？この子たちも？お家帰ってもらって。で、もうみんな帰ったの？あと、ここにいる子たちだけかな。まあでもこれ明日にでもいいから、
うん、せっかくだし、ちょ、マップで見ると、忘れピクミンはいない。オッケー。散歩しよう。散歩すると、なんかすごいよ。ゾウみたいなやつがいるね。ゾウみたいなやつとチャッピーがいて、どんな攻撃してくれんのそれ。大丈夫これ。攻撃してこない。うわ、すごい、ここ敵がいっぱいだ。これ倒さなきゃいけないのかな。うわ、なんか、針生えてる。爆弾がありまして、で、壊すとこが多分必要なんだよね。あ、ここだ、ここ壊すとこ必要だ。はい。ここも壊さなきゃいけない。で、ここも橋を作んなきゃいけない。いや、大変だな。やることが多いな、こっち側。上側か。いや、もう逆側に片足止まってるな。こっち側ちょっと行きたくねー。行きたくねー。なあ、うれ。痛い。目が真っ赤。この子目が真っ赤。目が真っ赤だよ。危ない。ただいまー。あっち行きたくねー、俺明日。やだー。でも。まあ、わかった。遭難14日目。ここにもたくさんのパーツがありそうだ。ここまで来ればほぼ全てのパーツが回収できるだろう。あと1個多分別の場所にあるんだよね。まあ、9個、このまま集めていきましょう。で、もう1個はね、黄色ピクミンを使う場所を見つけたのと、あと爆弾を持って、ちょっと壁を開拓したいなと、今日は思ってるので、まあ、お手から1個運びつつ、開拓しようかなと思ってます。うん。青ピクミンは、ちょっとそのうち抜くので、まだちょっと刺しときましょうか。ちょっと黄色ピクミン数匹、必要だわ、これ。40匹、多いかな？いいか。ちょっと多いかもだけど。黄色を連れて、はっ！こんな通路が狭いと。うわ。落ちちゃうやん、こんな。こんなに連れてたら落ちちゃう。これは罠ですね。時間かけていこう。3匹。5匹。5匹なら渡れる？落ちたら死ぬぞ、これ、ピクミン。あ、オッケー。5匹ならいけるな。1、2、3、4、5。全部で20個必要だ。20匹必要だ。5匹ずつじゃあ連れていこうか。ああ、もう5匹以上いるけど、怖い。うわ、怖い、顔落ちないでね。オッケー。あと何匹？あと9匹ぐらいじゃない？ 2 回に分けていこう。ああ、怖い。ああ、怖い、顔落ちないでね。ああ、怖い。オッケー。いける？戻せる？いる？まだか。もうちょいか。でもさ、ここさ、ちゃんと、渡れると思う？この子たちが。この、黄色ピクミンたちが。ねえ、しっかり歩いて、ほんとに。ああ、怖い。はい。どこ持っていくかな、問題は。ここ下に降りる。ええー、ちょっとねえおいダメねえ今の落ち方はかわいそうだよねえねえええー、そんなどうしてこっちまで来れる？こっちまで来れる？お湯で来れるか？みんなーねえ、今の落ち方はずるいだろう。ああ、ねえ。もうプルプル震えちゃってるもん、怖くて。ごめんね。危ない。ああ、もうやら、なんかもうやる気いるしなくた。今の、これ悪いでしょ、任天堂が一番。これ俺じゃない、任天堂が作ったんだよ、任天堂。任天堂が悪いよ。今のひどくない？ちょっと青ピクミン連れてきます。あ、お花が咲いとる。お花が咲いてるのはいいんだけど。今の任天堂悪いよね。だって、あそこから降ろしたらピクミンたちみんな転んじゃうもん。かわいそうすぎる、もう泣きそう。マジ泣きそう。どうすればよかったの？ほんとに。ああ、あのネジのためにさ、
失った命があるんだよ。ネジのために。君たちみんなで運びなさい。君たちで運びなさい。わあ、悲しい。まあでも一個手に入れたからよかったけど。もう全員渡れるかな、これ。気をつけてな。気をつけてな。オッケー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 。ああ悲しい。ああ、悲しい。ちょっとあれ行ってくるわ。爆弾持ってきます。数匹連れて。またチャッピー、復活してる？あ、よかったよかった。とりあえず、今日のノルマは達成しましたと。1日1個。とりあえず1日1個達成しましたと。で、あと壁の開拓と、まあ、どうなってるか見たいよね、このワールドがね。みんな取れた？全部で何個あるかわからないけど、みんな取れた？ 4 個かな？こっちでもあるから、お願いします。みんなお願いします。全員取れた？ OK。お、すごい！いっぱいある。爆弾だらけ。これは、道が開くね。よし。爆弾と、ピクミンを、連れて行こう。よし。まあ爆弾、待って、こっち行きたくないな。でもどうしよう、爆弾開けなきゃいけないんだよな。ちょっと待って、どういう状況だ？雑草抜いてない？あ、大丈夫？雑草抜いてるね。どういう状況なんだ？まずこいつらを倒したいっちゃ倒したいよね。倒すのもありだし、道を作りたいってのもある。この象は、どういう戦い方してるのかわかんない。俺が近づくと逃げるし、風を確かブーンってやってきた気がするな。爆弾があるのか。うん。ん？なんか上登ってる。なんか気づいたらあいつら上登ってるぞ。どっから行った？どっから行ったの？どっから行ったん？みんな上で登る？いけるんだ。上に連れてくかじゃん。確かそれ逆側から上登れたから、俺あっち側からピクミン拾いに行こう。あ、ここ繋がるじゃん。爆弾で。まあいいや。とりあえず、おーっとあいつもいるな、あのふんころがしみたいなやつ。まあいいや、とりあえず連れて行こう、この上に。よし。よし、みんな来たぞ、ここまで。この人数で。この人数で来たのはいいけど、どうする？ちょっと待て。ちょっと待て。ちょっと待って、どうしよう。どこに壁がある？あ、そこか。ここ渡りたいな。こいつが邪魔だね、渡るには。こいつを倒そう。爆弾で、まずは。ここでじゃあ一回分解。分解しまーす。爆弾持ち、確か3、4匹ぐらい倒せると思うんだ。本日だ、この4名で、安全にあいつを倒します。よし、黄色ピクミン戻ってで。いいぞ。ここまでは来ないはず。よし。寝た。なに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 、ちょっと爆弾持ってかれた、ピクミン。爆弾ピクミン持ってかれた、ちょっと待って。水の中落とされてる。おい、上がれるか、こっち。でも爆弾さ、持ってたから、あいつも死んだわ、爆発して。いいのか悪いのか、あいつも死んだで、風をめっちゃ打ってくるやつもいるから。やだ。てか、ここまで来たんだけど、ちょっと、ここまで来ないでもらっていいですか？あー、危ね！風やめて。いや、ここの爆弾まず使おうか。思ったよりも近づけないな。もう一匹ずつ倒していくしかないな、これ。そうしよう。
このリスポーンまではさすがに来ないと思うから。爆弾2匹持ってかれたのちょっとでかいな、あれ。悔しいな。ここ道を開けることはできたので、もう1匹ずつ倒していこう。あ、ピクミン？ピクミンなんでそっちにでけ、食べられちゃったん。ここまでさすがに来ないよね。ちょっと待って、来るの？危ない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 、こんなとこまで来る。聞いてないよ。聞いてないよ、今のも。危ないって。え？打ち込むしかない。投げたらこっちだよ。投げたらこっちだからね。ね、風のやつ来た、風のやつ来た。くみ。あれ、ミスター。あ、ミスター投げ、あれ、やばい。戻れ戻れ、そう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 、戻れ。なんかあいつ、やだな。でも倒すのにすごい時間かかるな。完全に行くしかない。ティン。で、もう、人数かけよう。集合。集合集合。あと体力あいつちょっとだから。こいつが、寝たとこ、寝込みと、この戻り際を狙う。戻り際を狙う。戻り際を狙う。オッケー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 。で、この風の子も、下から投げれば多分大丈夫。あ、あ、あ、溺れちゃう溺れちゃう溺れちゃう。溺れちゃう。こっち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 。風、こっち。ああ。もうこれ青ピクミンに行くしかねえな。青で行こう、青で行こう。一旦みんな、この邪魔な、ボスみたいな方。ちょっと溺れても、溺れないように青ピクミンを投げる。このゾウさんみたいなやつは青ピクミンみたいな。あ、撃ち落とした、撃ち落とした、撃ち落とした。撃ち落としたぞ。いいぞ、いいぞ、そのままいいぞ。花が散るんだ。風で。風で花が散るんだ。せっかくこれがエリートのやつだったピクミンだけど、花が散るんだ。ナイス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 。オッケー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 。お、空気なくなって消えた。わーい！なんかいっぱい落ちてきた。まあなんか、失った分運ぼうか。今日でもそんなにやられてないよね、ピクミンたちね。そんなにやられてないはず。オッケー。ちょいでよし。君たちも、みんな集合。あー、オッケーオッケー、みんな集合。黄色の方に運んでるね。全然いいよ。運ぼうか。オッケー、ここまでの道は開けた。ですけど、あいつも運ぶか。オッケー、あいつも運ぼう。よし。え、ちょっと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 。うちの子いじめないでもらって、どっから来たのあなたは。あなたは、あなたどっから来たんですかなんか。ここで振り回してる。動けなくなってるあいつ。うちのピクミンたちを敵に回したから。ほら。あ、ついに。ついに、あ、いけいけいけ。ね。なぜか俺は運ぶことになっちゃう。あら、この子倒そう。倒せ倒せ。埋められるぞ、倒さないと。あー、待って、そっち連れてかないで。風もやめて。あー、風でいなくなっちゃう。もうなんか荒らされてる、いろいろ。ぐっちゃぐちゃに荒らされてるわ、奴らに。ちょっと！いけ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 。いけいけ、もう。なんか、腹立つなぁ。よし、運べ、そのまま。運ぶんだ。すごい埋められてるわ、この、変な虫みたいなやつに。ピクミンが埋められとる。これも運ぼう。そうそうそう。でもついでにこいつも倒しちゃおう。待って。待って、やめて。ちょっとお花のピクミンを、埋められるの嫌だから、ちょっと数人で。いけ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 。お、降りてきたぞ降りてきたぞ。いけいけ、みんなで畳み込め畳み込め。そうだ、数匹掴むんだあいつを。いけ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 、畳み込め。よーし、あの空気なくなったと運んでやろう。はい、これ運びまーす。
よし、ピクミン増えてんじゃないか、なんだかんだ。新しいキャラ倒したことによって。で、これみんなで運ぼう。そう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 。いいねー。明日もいっぱい倒そう。明日も倒そう。で、できれば、暇な時にこれ抜いてたんよ。はい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 。そこの蜜も使おう。いい感じいい感じ、今日もいい感じですね。ピクミン増えたと思うよ。あ、泣いちゃった。あまりピクミンはいない、どっかに放置ピクミンされてないか、大丈夫かな。これ飲んでもらってで一個抜いて集めて、はい、もう返さなくてもいいか。もうとりあえず持ってて大丈夫か。オッケーオッケー。みんな、お家にお帰り。こんなに大量のビクミンを連れて、お家に返したことはなかったな、今まで。ビビって入れてたから、オニオンの中に。さすがに死んでないと思います。そんなん15日目。あ、こいつあいつだ。スタクチドリ。硬い甲羅に包まれ、大岩を吐く巨大な生物。大岩の凄まじい破壊力と非常に硬い体のため、攻撃の糸口が全くつかめない。大岩を吐き出す前に空気を大量に吸い込んでいる。あの穴に倒す鍵があるのかもしれない。爆弾入れるのかな、もしかしたら。え、日没で死亡してる？あ、してない。よかった。今日は14匹やられました。でも53匹生まれたので、どちらかといえば増えましたね。はい。2個目。ゲットしたので、今日は3個目をね、行きたいんだけど、行きたいんだけど、ちょっと、厳しさもある。裏側に行きたいんだけどさ、後ろ側行きたいんだけどさ、ちょっと数匹、爆弾部隊と青ピクミンを連れて行くんだけども、え、ちょっと子供できてね、なんか子供いね、さっきいなかったの子供いるよ。待って、産んだ子供いるんだけど、じゃあオタマジャクシもいる。あ、なるほど、あいつらがでかくなるのか倒さないと。それはやだね、それはやだな。ちょっと青ピクミン数人、あの子たちと追いかけっこしてみる。頼むわ。頼みます。頼みます。追いかけっこでもしといてください。行ってこい。行ってこい。よし、今のうちに。あ、出る杭はね、打たないといけないので。そう。放置しとくとでっかくなるんだったらもう、いつも倒しちゃえば、新しく生まれてこないということで、出る杭を打ちます。今のうちに爆弾を、爆弾部隊、爆弾を集めなさい。全部で8個、9個ぐらいあるのかな？はい。もうないかな？なんかある？あったあったあった、ラスト1個あった。よし、戻ろう。イエーイ！この爆弾また活用しよう。強いやつ倒せたりできるから。活用して、あ、サボってる子いる。オッケー。あ、倒したっぽい、あのオタマジャクシ。サボってないで、もう一匹行ってこい。あ、倒したんだ。もう倒したんだ。なるほど。この雑草は関係ないか。オッケー。じゃあ次はね、もう一つの方の、出る杭を打ちます。あいつらか。え、子供めっちゃ産んでるぞ、あのでっかいやつ。待て。待て。どうやって戦うこれ。後ろから行ったるか。なんかごめんな。また上から投げれば。いけ。ピクミン。頼む、あと、任せた。ありがとう。なんだあいつらマジで。どうする、これとりあえず邪魔だから運んどこうか。とりあえず運んどこう。で、
ここで爆弾使う？爆弾使っていいのかな？もったいないよな。あんな奴に使うな。あんな奴っていうのも悪いけど。数で倒せるっちゃ倒せるけど。爆弾せっかく持ってるから使うのか。で、チャッピーにバレちゃうんだよな。ちっちゃい方に。ダメだ。いけ。もう一匹。爆弾投げろ。あ、そう、ナイス、うまい。うまい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 、今のうまかった味方の。ピクミンちゃん。キーピクミンちゃん今うまかったね。よし、寝た。しかもなんか爆弾で倒してる、一匹。ほら。ほら、うまいうまいうまい。うまいぞ。ナイス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 。よし、後ろから。よし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 、そのまま運ぼう。邪魔だから運ぼう。ナイス！いいよ！めっちゃいいよ！あれ、なんか、一匹しかいなかったっけ？なんかもっといなかったっけ？子供。まあいいや。運べ運べ。なんだこの穴。この穴なに？え、ちょっと待って、この穴なに？あ、お宝近くにある。え、せっかくだから運ぶ？おピクミンおいで。おピクミンこの中入れたら、やってくれるかな。はーい。で、上に行ってくれるはずだから。これはどっから上行けばいいんだ、これ。上に上がれる道ないのかな。あ、すごい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 。頑張ってるよ。あ、こっちから行けんじゃない、俺。この上を、伝って。回り道になるけど。ほら。いけた。そしたら、どこにあるんだろう。この上かな、さらに。この上だね。え、でも登れないよ。ピクミンを置いて上にまた行くのかな。え、待って、わからない。ちょっと謎ですね。ちょっと待っててもらおう。もう一回上見てくるか。なんかどっか登れるんか？こっち行ける。あ！わかった。ってことはここにピクミンを置くんだ。黄色ピクミンですね。必要なのは。黄色そんなにいないからちょっと連れてこよう。青も帰ってきなさい。はい。引っこ抜いて。足りるかな？黄色。少し爆弾持ってるからさ。少しのピクミン爆弾持ってるから足りるか分かんないや。でもまあいいんじゃないの？今回もここのお宝手に入れて、ここもう開けたので、開けた大地になったので、いいと思う。どうすればいい？どうすればいい？黄色ピクミンを投げる。黄色ピクミン連れてった方がいいか。なんなら。こっちから。まあ、雑草やめて。おいで。おいで、こっち。おいで。2匹。2匹。やっぱ大量に連れてくのって難しいね。数匹ずつになっちゃうもん。ほら、ここも。もう、毎回あっち投げとくか。こうやって経由しよっか。こうやって。こうやって。で、こう。何個必要だ？これ何匹必要か分かんないけど、ちょこちょこ連れていこっか。落ちんなよー。オッケー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 。これいい感じじゃないかも、作戦。いける？あ、いけた！ナイス！ナイス！あ、10匹！ナイス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 ！いや、マジナイス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 ！イェーイ！いってらっしゃい！ 23匹も連れていかないで！ちょっと、そんなにやめて。こんくらいでね、許して。こんくらい許して。あ、ちょっと10匹だ。いってらっしゃーい。うわっ！うわっ！うわ、嫌なとこにもいるね、爆弾くんが。勝手に爆弾くんって呼んでるけど多分違うんだろうな。よし。頼む。あ、違う、当てる場所違う。ごめんね。子供たち先倒すか、これ。
子供たち。子供たちを連れてくるわ。ナイス！今日のノルマ達成です。ナイスです。UV ランプ。いいね。あと7個。ちょっとこの子供たちを連れてきますわ。こっち側に。おい、君たち。3匹こっちだ。そう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 。あー、すぐ戻っちゃうの。すぐ戻っちゃう、あいつら。見つぶすか。あー、壊れちゃう、壊れちゃう。あ、いけいけいけ、いけいけいけ。この子倒そう。あ、少し壊れちゃう。食うな、食うな、食うな。よしよしよし、こういうね、戦い方もね、武器には重要。ほだよ、ほだよ、ほだよ。やべ、一匹食われた。え、ごめん、俺の実力がないがために。俺の実力がないがために。よしよしよし、運べ運べ、そのまま運べ。よし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 。とりあえず、失った分は回収させてもらって、子供たちを倒すことができたので、あとは大人だね。そこにいると、巻き込まれちゃうから、早く行きな。よし、大人倒そう。大人倒そう。ピクミン、こっち戻ってこい。そうそうそう、戻ってこい、戻ってこい。ひなじもこっち。やべ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。めっちゃ来てるけど、帰っていきました。よし。あと2回当てましょう。2回ポンポンって。ポンポンって、いけないかな。いけた！やった！おいで。体力なら。あれ、まだ、残ってるな。体力が。寝た後に、行きましょう。寝た。はい。投げた後に、ピクミンたち貼り付ける。よし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 。で、そこ邪魔だから、運びまーす。はーい。完璧ですね、ここまでは。で、道がここにあって、わーお。変なの来た。変なの来たから、一回逃げよう。あれ、別に壁壊す必要ない？なんか食べられちゃってる！大丈夫？気づいたら？気づいたら？倒せ倒せ。倒せ、おし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 、そのまま運びなさーい。この壁壊せそうなので壊したいけど。なるほどね。どうなってるのか。壁だけ見てるか。爆弾使うとこないね。今んとこ。こっちに一応爆弾拾えるし、無理してあそこから持ってくる必要も今はないかな。あとこの壊せる壁壊しちゃいたいね。ほんとね。あ、すいな。あとどうしよう。これも倒せるっちゃ倒せるけど、まあ、爆弾いっぱいあるし使うか。なんか倒し行くか。とりあえず、家帰って。ピクミーン。ピクミーン、集合。オッケーオッケー。こっち側の敵もいっぱいいる。ほらいる。ほらいるから。じゃあ倒すか。あれ。ミスった。あ、ミスった。あ、爆弾で死んだ。やらかしい。あ、残ってる爆弾はあのクマちゃんに見つけよう。見つけよう。はい。はい。はい、いってらっしゃーい。あ、違う。ミスっちゃった。ミスっちゃった。もう一回。あ、待って。巻き込まれた？あ、やらかし、あ、こんなに死んじゃ、ごめん。俺、ダメだ。これは、司令とキャプテンの俺が一番ダメだった。もう人数かけて倒しちゃおっか、残りは。ビビってないで。手前の、この子から、倒して、この後に、後ろから投げまくって、食べられるから、みんな戦え戦え、よし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 。黄
黄色ピクミンちょっと残っててほしい。あれ大丈夫？あ、待って、終わる。やばい。待って、爆弾使うとこある。黄色ピクミン。黄色ピクミンちょっと爆弾だけ使おう、一緒に。はい。黄色ピクミン爆弾だけ。もういない？はい、爆弾。はい、爆弾。次も爆弾。ナイス。爆弾。オッケー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 。で、戻ろう。戻ろう、これ食べなさーい。オッケー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 。今日もいい感じ、今日もいい感じです。今日も我々いい感じです。あれあれあれ、今ピクミン、え今さ、ここにさ、今さ、ここにさ、ピクミンの苗あったじゃん。なくなったよ。もしかし100匹以上だったからなくなるのかな、これ。あれ、確かそうだった気がする。怖かった、今。なんか目の前のピクミン全部なくなっちゃったんだもん。あれ、もっけ、オッケー。今日も、無事に、一日終わることができました。16日目。一日一個ね、アイテム、手に入れたので、よかった。ピクミンたちが他の生物と戦う姿を見ると、どうして私が襲われないと言えるのか、時々不安になる。彼らが私を本当の親と思ってるからだろうか。確かにピクミンはオリマーのこと攻撃しないもんね。今日は14匹やられちゃったけど、その分100匹増えました。青ピクミンが大量にいます。なんか最初の王と比べるとピクミン一日事故ってやられちゃう数増えてってるから。うん。あ、てか黄色ピクミン新しくいるじゃん。あ、わかった！ねえ、お花になったらさ、時間かかりすぎるとさ、お花が枯れてさ、ね、もしかしたらあの新しい苗になってるんじゃない？生まれ変わってるんじゃないの、これ。多分そうだよね。なんかごめんね。生まれ変わってるみたいだ。なんかごめん。ってことはもう殺してるようなもんだ。え、なんであそこにいっぱいいるの？ピクミン、生まれ変わってる？もしかしてこれも。どういうこと？なんで埋まってるんだ？わからない、謎です。なんで埋まってたんだろう。ピクミン出してないのに45匹、このワールドにもいることになる。よし、爆弾は、これで開けれるので。はい、ナイス。一応、道開けたいから、数匹じゃあ、撃っとく？ 3 匹で、頑張ってもらう。あ、まだ爆弾必要だ。3匹で頑張ってもらう。はい、開けた。で、こっちは、なんだ？じゃあなんだ、みんな行けるか、登れるか。土を作って歩道ピクミンが必要ですね。火のピクミン送っときたいな。ついに赤を使う時が来たか。頑張れ。いや、この間に持ってこようかな。何やってんの、大丈夫か。頑張れ。もうちょいだ。頑張れ。よし。で、赤いの送っとこう、上に。あ、生まれてる。ちょっと引き抜こっか。あ、またオタマジャクシ出てる。また生まれ変わろうとしてる。カエルに。出る杭打つか。いや、でももうあっち側行かないよな。一個だけ確か、あったんだよね、その、お宝が。取っとくべきか、先に言っとくべき。いや、どうしよう、悩むな。赤ピクミンせっかくだし上登らせたいし、せっかくこっち側のやつ倒したから。あ、どこだっけ。あ、そう、ここに水に1個あって、ここら辺の敵倒してるからこっちも行きたいんだよね、正直。で、この手前の多分フン転がしがこの赤い
ピクミンで倒しに行こうかなと思ってたやつなんだけど、こいつが一個持ってるのと、ちょっと奥側にあって、出すか、赤。赤出します。35。いや、なんか久しぶりに見た、この色とりどりの状態。赤、こんにちは、久しぶり。久しぶり。頑張ってるね、あの3匹は。あの3匹で頑張って、このまま、頑張ってもらおう。君たちは上に。まず上に行こう。赤、全員行く？全員行く？ほぼ全員行こう。もう全員で、爆弾くんも行った方がいい。なんかついでに青も連れてっちゃった。青は危ないんじゃないか。あれ、爆弾って登れないっけ？爆弾さ、上に投げれるから、このまま投げといて。で、カエルは正直倒したいので、じゃあいい、青ピクミンで青。倒しに行くか。この間に。なんで黄色ついてくるの？死んじゃうよ。あ！そこにある。あそこにあるぞ。アイテムが。お宝があるぞ。いけ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 。いいぞいいぞ、その調子だ。あ、なんか一匹転んでる。転んでる。下の子？下の子大丈夫か？ああ戻ってこないで今危ないよ危ない。ああ潰れちゃった一匹。残念。ああ、まあでもこれ倒したべ。ほぼ。おお、めっちゃ出てきた。でこれ逆側からさ。おお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 、いるよ、ハサミ虫みたいな。ハサミ虫みたいなやついるよ。グルーオンドライブだって。あ、わちゃわちゃしてる。で、逆側から、この橋を作って、で、これで運ぶんだ。こっち3匹で頑張ってるけど、今日中に行ける気がしないな。もうちょい追加しよっか。二方向からのね。橋作りをね。してもらってね。で、上に上がらなきゃいけないな、俺は。この間に。忙しい、忙しい。ああ、忙しい。こんなピクミン連れて。で、雑草やめなさい。ちょっと、寄り道はやめなさい。で、こっち側は今いないから、通りやすい。さっき倒しといてよかった。はい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 。で、あ、やめなさいやめなさい。あそこに投げたのか、俺は。多分。あ、いた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 。あそこに繋がってるんだ。え、どうすればいいんだ、じゃあこれ。とりあえずもう、壊しとくか、ここ。え、なんかやることいっぱいありすぎてきつ。だってさ、ここも作らなきゃいけないでしょ？てか上まず行けないじゃん、俺が。こっちから通るか。こんにちはしよっか。こっちから。こんにちは。こっちからこんにちはしてきました。こんにちは。こんにちは。あ、皆さんこんにちは。なんか青もいる。ちょっと爆弾をさ、あいつ倒すの確か難しかったから、これ爆弾を2匹連れてきて、死なないタイミングで一回渡って、で、吸い込む、このタイミングに。無理、あ、無理か。え、ここ、今のうち、撃ってこない、撃ってこない。吸い込むタイミングでさ、爆弾を入れればいいんじゃないかなって思ったけど。ダメ？ダメこれ。ダメか。吸い込め。無理？あ、吸われた？今。吸われてない。俺が潰されただけ。これ吸い込めるか？相手。ダメだ。あ！ダメだ！え、これどうやって倒すの？吸い込んでるとき。爆弾かな？爆
とりあえず赤ピクミンを、あの、橋作り任命しなきゃいけないから、ちょっと連れてくる。ここまず任命します。彼らには。で、あまりピクミンは一回じゃあ降りよう。君たち一回降りよう。みんな来た？OK。橋は？橋は、いい感じいい感じ。あ、こっちできてるじゃん。やるね。あ、ちょ、遅いな。あ、いけそう。援軍を投入。援軍投入。で、この間にあっちの壁とかも壊しておいてもらって。よし！繋がった。よくやったぞ、みんな。たら運びましょう。これを。50！ 50は聞いて。え、50！ 50！ちょっと、連れてくるわ。数匹。重いな、あれ。みんなで運ばなきゃだ。ちょっとまだ、出せてないピクミン全部持ってこよう。青ピクミンが多分多いから、青ピクミン、連れてくるね。24匹。おいで。みんなお花だ。いいぞ。君たちも頑張ってる。頑張れ頑張れ。そのまま運ぶんだ。うわ、50やばいね。でもこれでちょうど58になるから一応今日中に全部運べる。まずさ、これでかいもん。ほら、まずでかいもんね。なんでサボってるんだい君は。じゃあ一緒に帰ろう。オッケーオッケー。こっち側のは一個とりあえず行けましたと。で、連れていこう。このまま壁がいっぱいあるんだ、壁が。壁がいっぱいある。こんにちは。こんにちは。わあ、すごい、ここ。水源がすごい。ジグザグだ。なるほどね。どこまで行けるんだろう。あ、ここにもあるよ。で、これ、キーピクミン必要だね。うわ、なんか、でかいのいる。あー、怖い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 。怖い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 。え、あれどうやって運ぶんだろう。むずいな。青ピクミンで届くな。あ、届くじゃん。ちょ、危ない危ない、食われるよ。危ないよ。青ピクミン届くのを判明した。ってことは、あれは運べる。よし、いい散歩だった。あー、やった！ナイスー。ナイスナイス。グルーオンドライブ。私は機械の仕組みはさっぱりわからないが、ここでドルフィン号の機関部がいよいよ力強いうねりをとどろかすのだ。あと6個です。いや、順調ですね。マジで順調ですね。あ、爆弾ある。これ爆弾も使うんだろうな。ただいまー。あ、完成してる。散歩してたら完成してる。ナイス。なら、これか。壊すか。したらじゃあこっちお願いしといて。いいね。ここ繋がったってことはもう楽に攻めに行けるので。あいつの倒し方よくわかんないんだよな。爆弾じゃないのかな？この吸ってるタイミングって言ってたよね。なんか図鑑みたいなの書いてありそうだな。ちょっと見てみていいですかね。なんか図鑑みたいのない？ピクミン図鑑みたいなのない？ないか。え？一日終えるって。一日終えるなんてできるんだ。知らんかった。あ、やべ！もういや、俺キャプテンが一人で戦うわ、これ。キャプテンが戦う。もうキャプテン、あの、暇だから戦う。あ、やばい！ピクミンの背中が。ピクミン！ピクミンのとこ行くな！やべ、みんな。やべ、キャプテンが。キャプテンが戦う。しっかり責任持って。え、あいつ回復するんだけど、すぐ。回復するんだけど。で、しかも、攻撃ある程度したら飛ぶんだけど。ちょっとキャプテンのパンチだけじゃちょっと、倒せない。ほら。ほら。ほら、ある程度、回復しやがる。ちょっと、もう、力を借りてもいいですか。君たちの力を
どうぞ、君たちの力を借りたい。いけ。君たちの力を借りたい。あ、すごいとこ乗っちゃった。うれ、ナイス。いや、正直あそこは、また壊したいんだけど、もう時間がないので、いいや。戻ろう。時間がない。全員連れてる？やっぱり。忘れピクミンがいた。みんな、帰るよ。こっち帰るよ。で、こっち側敵が生まれないからいいけど、オッケー、戻りまーす。クミンたち。この子たちみんな花だから、ちょっと花じゃない子たち一回連れて、この蜜を、甘い蜜を吸ってもらって、エリートにして、オッケー。頑張れ。もうお家帰っていいかな、みんな。100匹いるよね。100匹いるから、で、1日終わろう。はい、1日終えます。これができるの俺知らなかった。オッケー、100匹で、色とりどりのビクミンたちはお家に帰るんだ。で、翌日は、ちょっと水辺の方の、お宝を取りに行くのと、あと壁が、今、さあ、壁をガチャガチャやってたんだけど、壁をまた、壊すビクミンに分かれて。ダブルタスクの作業をやりたいと思います。はい、ということで、遭難17日目。何これ、家族？果たして私はこの星から脱出できるのだろうか。故郷に残してきた家族にもう一度会えるなら、私はどんな苦しみにも耐えられるだろう。オッケー。今日はなんか微妙な一日でしたね。うわー、でも、あと7個か。1日1個だから、もう1日。